春は新しいことを始めるのにぴったりよね。生徒会の作業もあるから春は結構忙しいんだけど、春に緊張した面持ちだった子たちが夏にはすっかり笑顔になったりしてみんな可愛いのよ。本当のことを言うと、私って生徒会長っていう柄でもないと思ってるんだけど、でもみんなの笑顔を見るたびに、この笑顔はずっと守らなくちゃって思うの。だから生徒会長としてもこれまで以上に頑張らないとね。あ、だからといってスクールアイドルのことをおろそかにはしないつもりよ。生徒会もミューズもみんなが支えてくれるから、これからも頑張っていけるはず。みんなに支えられて、そして私もみんなのことを支えていくんだわ。君も不安なことがあったらいつでも言ってね。私がいつでも支えになってあげる。